ジョシュア・ジョゼフ・レイヴィンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのウェストヒルズ地区出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。アメリカ独立リーグアトランティックリーグのレキシントン・レジェンズ所属。愛称はキュアーボ。チャッツワース高等学校時代は、チームメイトにマイク・ムスタカスとマット・ドミンゲスがいた。2006年の MLB ドラフト5巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。 契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッツで、プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスでもプレーし、2球団合計で11試合に登板して0勝1敗、防御率3.9640奪三振の成績を、残した。2007年は、ルーキー級ビリングスでプレーし、13試合に、先発登板して1勝5敗。 防御率8.5539奪三振の成績を残した。2008年は、ルーキー級ビリングスト A 級デイトンドラゴンズでプレーし、2球団合計で18試合に登板して2勝9敗、防御率7.7759奪三振の成績を残した。2009年は、A 級デイトンでプレーし、15試合に先発登板して3勝8敗。 防御率3.6766奪三振の成績を残した。2010年は、ルーキー級アリゾナリーグレッズ、A 級デートン、A 級リンチバーグヒルキャッツでプレイし、3球団合計で19試合に先発登板して5勝7敗、防御率3.8975奪三振の成績を残した。2011年は、A 級ベーカーズフィールドブレイズと AA 級カロライナマドキャッツでプレイし、 二球団合計で25試合に先発登板して2勝10敗、防御率5.17114奪三振の成績を残した。2012年は A 級ベーカーズフィールドと AA 級ペンサコーラ、ブルーアフーズでプレーし、二球団合計で23試合に登板して1勝3敗、防御率5.3326奪三振の成績を残した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2013年は a 級ペンサコーラとトリプル A 級ルイビルバッツでプレーし、2球団合計で48試合に登板して1勝3敗、防御率5.8248奪三振の成績を残した。 マイナーリーグ全日程終了後の9月16日に DF となった。2013年9月19日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍したが10月23日に40人枠外となり11月4日に FA となった。その後12月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2014年は 参加の AA 級チャタヌーがルックアウトとトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレイし、2球団合計で23試合に登板して2勝1敗、6セーブ、防御率3.6525奪三振の成績を残した。2015年は開幕からトリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレイし、6月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは9試合に登板して2勝1敗、防御率6.7512奪三振の成績を残した。2016年は2月29日に交通事故に遭い、左腕骨折の重傷を負って緊急手術を受けた。そのため開幕から故障者リストで過ごした。5月2日には、 薬物検査で陽性反応を示したことが判明し、80試合の出場停止処分を受けた。処分の明けた8月8日にメジャーへ復帰した。この年は10試合に投板して、防御率0.9313奪三振の成績を残した。2017年は14試合に投板して0勝1敗、1セーブ、防御率6.4819奪三振の成績を残した。 2017年11月20日に金銭トレードでアトランタブレーブスへ移籍した。2018年3月5日に40人枠から外れる形で参加のトリプル A 級グーインネットストライパーズへ配属された。3月31日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。4月21日に DF となり25日に再び40人枠から外れる形で トリプル A 級グーイネットへ配属された。結局、この年メジャーでは2試合の当板にとどまった。2019年1月7日、千葉ロッテマリーンズが獲得を発表。怪我の影響で出遅れ、初当板は6月2日の対埼玉西部戦。この試合は1回を無失点に抑える好投を見せた。しかし、続く6月4日、大阪新戦では9回から当板するも、 ジェフリー・マルテに初被弾を献上、続く、梅野竜太郎を死休で歩かせ二刀に三刀を許した、直後、その日大腸眼の手術から一軍復帰したばかりの原口文人にタイムリー二塁打を浴びた。さらにこの後、近本浩二にもタイムリーを浴び、計8人の打者に三死死休、飛安打3で後失点と散々な内容に終わった。チームも3から11で大敗を喫している。 結局この試合を最後に一軍で登板することなく、シーズン終了を前に9月に帰国、11月30日、球団からブランドン・マン、マイク・ボール・シンガー、ケニス・バルガスと共に契約不更新通告を受け対談が決まった。2021年5月4日、この年から独立リーグのアトランティックリーグに参入する、レキシントン・レジェンズと契約したことが発表された。平均で、 時速 150km、最速で時速 150km 大後半を記録する、フォーシームのほか、シンキングファストボール、スライダーを中心に投げる。ありがとうございます。